どうもアヌビスです。今回ご紹介するのはパイロットのシャーペンになります。動画の流れはこちらです。まずは商品の基本情報とファーストインプレッション、次に実際に使用してみて気になったこと、それからシャーペン紹介恒例の僕のお気に入りのシャーペングラフギア1000との比較対決、最後にまとめとなっております。サムネにもあるように今回のシャーペンはフレフレ機構を搭載した廃盤のシャーペンとなっていますので、そのあたりの詳細は商品の基本情報の項目で解説していきますね。本題に入る前に、ヒーロー TV では新商品から定番や廃盤のペン、万年筆や木軸、ペンケースなんかもメーカーに忖度のない徹底レビューをしていますので、文房具に興味がある方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。それでは早速ペンの方を見ていきます。こちらはパイロットから2010年の8月に発売されたシャーペンです。購入時はこのようなパッケージに入っていました。当時はこういう2層のパッケージは割とありましたね。デザインは結構派手な色使い。それでは開封していきます。こちらがパイロットデルフルになります。価格は税込み550円、今はプレミア価格で3000円以上の値がついています。商品リンクは動画の概要欄に貼っておきますね。僕はこの手のシャーペンはあまり買ってこなかったので、少しずつでも集めてレビューしていきたいなと思って今いろいろと買い集めているところなんです。カラバリはポップ、クール、クリア、ノンカラーが3色ずつの全12色展開。僕はクールのブラック&グリーンを購入しました。光沢のあるブラックと蛍光色のグリーンの組み合わせがかっこいいですね。個人的には割と好みのルックスです。こちらのシャーペンの最大の特徴は、ペンを振るだけでノックできるフレフレ機構が搭載されていることと、ご覧の通りペン先が完全収納できるダブルノック式となっております。まず強くノックするとパイプが出てきて、軽くノックするかペンを振ると芯が出てきます。パイプが出ている状態で強くノックするとペン先が収納されます。またペン先が収納されているこの状態だとフレフレ機構はオフとなり、振っても芯が出てきません。使わない時はペン先を保護できる上にフレフレもオフになる、かなり実用的ですよね。最近では同メーカーのパイロットからフレフレ機構のオンオフの機能が搭載されたザ・ドクターグリップが発売されたばかりですが、実は10年以上前から同じような機能が搭載されたペンがあったんです。パイロットに限らず他のメーカーにも似ているものはありますが、このペンは機能面だけ見ても面白くてとても優れたペンだと感じます。あとは稼働するペン先のブレがどうなのか、書き心地が気になるところですね。軸中央の商品名やメーカー名が印刷されている下の部分、こちらは透明な窓になっていて内部が覗けるようになっているんですが、ペン先が出ている状態だとフルと表示されていてフレフレ機構が使える状態です。ペン先をしまうとゼルと表示が切り替わり、フレフレ機構はオフとなります。グリップにはラバーが採用されていて滑らずしっかり握れます。ベタつきはなくサラサラしているのでホコリもつきにくいと思います。グリップから開けられるかな、無理っぽいですね。軸の太さが 12.7mm ありますので、個人的にこのくらいの太さがあった方が握りやすいですし、長時間使用していても疲れにくいのではないでしょうか。樹脂製のクリップはボディと同色、柔らかめですがしっかり挟めます。ノック部はこんな感じ。ノック感はとても軽めです。消しゴムはついていて、芯の詰まりを解消できるクリーナーピンはついていません。重心は低重心、パッと見ペンが長めで高重心かなと思っていましたが、これはとても意外でしたね。パイロットデルフルは
全長145mm、重さ 18g、軸径が 12.7mm となっております。それでは実際に書いてみたいと思います。あ、書きやすいですね。いや、かなり滑らかです。これはすごいですね。気になるペン先のブレですが、このように全くと言っていいほどありません。これはすごい。それではデルフルの良かった点をまとめます。見た目がかっこいい、空張りが豊富、搭載された機構がとても実用的、書き心地がいい、重心バランスがいい、グリップはサラサラしていて握りやすい。次に実際に使用してみて気になった点ですが、まず耐久性。ダブルノックだったり、そこにフレフレのオンオフが絡んでくるので、ここは長く使ってみないとわからないですが、耐久性が気になるところです。もし視聴者さんも使っていてこんなことになってしまったなどの経験がありましたら、コメントで教えていただけると嬉しいです。あとペン先が短いので視界はあまり良くないかな。それから商品に印刷されている表記が気になりました。商品名はデルフルで、スペルはこのようになっているのですが、この軸の窓の中、デルという表記はデルとなっているんですよね。ここは商品名と揃えないんだなと思って、個人的には気になりました。それではシャーペン紹介恒例の僕のお気に入りのシャーペン、グラフギア1000との比較対決のコーナーです。今回の勝者はデルフル。これ方向性が全く違うので30分ほど悩んだんですが、グラフギア1000は細軸でシャープな書き味、一方デルフルは太めで柔らかなタッチ。どちらもペン先がしまえるギミックがついていて書き心地も良かったのですが、決め手はグリップとペン先までの距離。僕はペンは下の方を握るので、これだけペン先までの距離が近いととても書きやすいんです。ですので上の方を握る方にとっては少し扱いづらく感じるかもしれません。いやー、久しぶりにグラフギア1000を超えてくるシャーペンに出会いました。とても嬉しいです。今回はパイロットの廃盤シャーペンデルフル 0.5mm のご紹介でしたが、いかがでしたでしょうか。今後もこのような廃盤シャーペンなど新商品以外のものもレビューしていきたいと思っていますので、楽しみにしていてくださいね。それでは今回は以上となります。この動画が気に入っていただけましたら、グッドボタンとチャンネル登録をお願いいたします。最後までご覧いただきありがとうございました。